どうもこんにちは、こんばんは。マイダスとまた会いたいよって来た高評価どうもツリフィーです。ということで今回はなんですけど、皆さんなんとですね、チャプター5にマイダスが来るかもしれません。ていうかいるかもしれません。まあなので今回はね、情報とかもね事前にいろいろ調べといたので、その情報をもとにね探していきたいなと思います。もしかするとね、このマイダスピーリーのね誘拐とまあ関係がある、もしくはねピーリーを救う鍵になるかもしれないので、ちょっと今回しっかりと、もうピーリーのためにもねなるかもしれないので調査していきたいなと思います。マイダス好きだよ、また会いたいよって来たらもう絶対に高評価押しておいてください。動画を見る前にねやっていきましょう。クリエイターサポートゼルフィーにすると、もしかすると起きたら1億 V バックスもらえてるかも。さあそれではね、早速まあヒントをね元にちょっと手がかりをね探していきましょうよと。でまずですね、どこだっけな、あここかな、この町ですね、このグランドグレイシャー、まあこのねまあ建物ホテルみたいなところがあるんですけど、ここにね、まあ、まず一つちょっと手がかりがあります。なので、行きましょう。ちょっとここボスいるんでね、まあ今一人でやってるんですけど、しっかりとちょっと武器持って回復はしていきましょうか、怖いんで。さあまずはねここにまあマイダスそのヒントがあるとのことなので、ちょっとそれを調査していきたいと思うんですけど、どこだ？ちょっと事前に調べたものの、まあ、ちゃんと頭に入ってないんで、ちょっと不安なのですが、あここじゃないかな、あーここだここ。皆さんこれ見覚えありませんか？チャプター2からね、フォートナイトやってた人ならわかるかもしれません。こちらね、チャプター2シーズン2のトレーラーなんですけど、はい、これがね、最後に閉まると、はい、これこの閉まった扉、もうこれと一緒じゃないですか？もうほら、ここの扉と、この扉、もう完全にね、これ、もう一致しちゃってるよねと。で、一応これもね、多分エレベーターかな？ほらほらほら、エレベーターにね、まあ、繋がってる、まあ、扉ですよ、これ。なんで、もしかするとね、ここが、まあ、マイダスたちの基地だった可能性はね、あるわけですよ。実はね。うん、実はここマイダスの基地だったっていう可能性がまあ出てきたんですよ、これが見つかって。だって今までなかったよね、同じ柄のさエレベーターの扉なんて僕なかったと思うんだよね。まあってことを考えると、もうあれだよね、マイダスたちがまあ何かしら関係してるってことを考えられちゃうよねってことなんですよ。まあちょっとせっかくマイダスできたから、ちょっとピーリーが捕まってた後見に行くか。はい、ここですね。はい、皆さんここね、ここでピーリーがね捕まってました。ここに監禁されてました、ピーリー。いや僕はね、このマイダスがピーリーを救い出してくれると思うんですよ。もうなんたってね、エージェントピーリーとしてね、チャプター2シーズン2でも登場してましたから。いやここなんか関係あると思うんだよね、僕なんか関係ありそうじゃないですか。いや僕はなんかある気がするんすよ。まあそもそもピーリーがわざと捕まってる説もありそうだからね、エージェントピーリーとして。それならなんかさ、マイダスがね、この島にいるっていう噂とも若干繋がってさ、ね、チャプター2シーズン2のキャラ同士でさ、そこがまあ一致してなんとなくわかるから、まあピーリーわざと捕まってる説あるね。だから僕は助けなくてもいいのかもしれないけど、まあまだちょっとそれっかね確定しないんで、うん、もう助けに行きましょうよと。もうなんとか救い出しますよね。アップデートのために僕は調査したいと思ってる。であとはね、ここなんですよね。まあこれはね、マイダス自身に直接関係してるみたいな感じじゃないんですけど、ここ見てください。皆さんここ見覚えありませんか？チャプター2のシーズン2プレイしてた人、まあ僕は結構見覚えありますよ。ここチャプター2のシーズン2にあったザ・リグみたいな感じしませんか？ほら、まんま結構ザ・リグじゃない？この建物だったり、ほら、この床とか分かりやすいでしょ。いや、だからね、これもしかするとなんだけどね、まあ、マイダス以外にも、まあ、ティナですよね。この街にいた、まあ、ティナだったりも来てるかもしれない。チャプター2シーズン2の、まあ、ボスが、来てるのかもしれません。これは。もう全員引き連れて来てるのかもしれないよ。チャプター2シーズン2のボスも復活しちゃっていいよ。もういつでも。さあ、マッチをね、変えたんですけど、まだありますよと。チャプター2シーズン2にまつわるものが、まああれなんですよね、マイダスに関する直接的なまあヒントがあるわけじゃなくて、マイダスというよりかはあのチャプター2シーズン2のねボスたちに関するものが結構あるんですよ。まあその一部でね、マイダスのものだったりもあるので、まあマイダスがワンチャン帰ってくるんじゃないかと。そしてマイダス、いやチャプター2シーズン2のボスたちが、もうピーリーを救ってくれると。それかピーリーもね、このチャプター2シーズン2のボスたちと一緒に来てわざと捕まって調査をしてるのかもしれないですね。いやちょっとこの結末気になりますね。でも普通にチャプター2シーズン2のボスたちとさ、今このチャプター5をなんか多分占拠してるであろうソサイティだっけ、ここの2つの組織がさぶつかるっていう展開も結構面白くない？普通になんかもうチャプター3のシーズン2であったさ戦争のワンテンイベントみたいになったじゃん、 IO 対あの7のあの戦
いとかも結構面白かったから、ソサイティとさ、このマイダス陣営で戦うっていう展開もね、僕はすごい面白いと思う。次行きたい場所がね、ここの島かな？いや、ここかな？ちょ、わかんないけど、まあ、多分ここでしょ。うん、ちょっと正直ちゃんと覚えてないんですけど、ね、もう事前の調査は大事ですよ、皆さん。こっち側に行くとね、なんかちっちゃい孤島みたいなところがあるんですよ。そこに、まあ、ヒントがあるんですけど、あ、ここかな？多分この島だと思う。多分だけどね。あ、あった！まずこれ！ほら！エージェンシーの、まあ、写真ですよ。ほら見て！なんか若干ね、チャプター2シーズン2にあった頃のエージェンシーじゃないんですけど、確かあれだよね、エージェンシーの中に飾ってあった絵画なんですね。これ昔の多分エージェンシーかなんかの、あれだと思うんですけど、絵画か絵だと思うんですけど、はい、これが落ちてるんですよ。あとこのさ、マグカップとかもそうだよ。ほら、ゴーストのマークした。ね、昔あったじゃないですか。ゴーストと、なんだっけ、シャドウみたいなのあったじゃないですか。なんかそのうちの多分これゴーストのマークだったように確かわかんないけど、まあでもこれもなんかシーズン2のマークだった気がする。でね、あとはこれニャッスルのさ、ほら毛糸みたいなのもあったり、あとこれはなんだ、関係あるのかな、わかんないけど、これもなんかっぽいな。うん、それ なんかっぽい。あとはね、これはなんだ、あ、これほら、あのスカイの写真だよ。スカイの写真、ほらスカイの写真があったり、まあ一応これあれかな、チャプター2のシーズン6とかぐらいに追加された街にあった、まあなんだこれ、オブジェクトですね。これもか、これもコーラルキャストルだからチャプター2だね。チャプター2に関するもの。あとこれもそうじゃない、これもなんかチャプター2のなんか冬にさ追加された場所のなんかオブジェクトじゃない、このモアイとかも確かそうだよね。で、あとこのトマトはなんだ、ちょ、このトマトはよくわかりませんけど、まあこんなトマトがあったりだとか、なんかあとどっかにね、ブルータスのあれもあるんだけど、ブルータスのなんか仮面みたいなやつが、あー、あったあったあった、これほらブルータスの仮面もあるんですよ、これほらほらほら。もうこれ完全にね、チャプター2シーズン2のボスたちっていうか、なんかチャプター2の世界と繋がってるよねってことなんですよ、もうこれね。つまりやっぱこれいますよ、チャプター2シーズン2のボスたち。さあ、まだまだあってですね、まあこれはもうパッと見わかるんですけど、このザ・ヨットですね。このザ・ヨットがあるっていうのも今までのね、まあ、あのエージェンシーの絵があったりだとか、ザ・リグみたいなところがあったりだとか、ブルータスの仮面が落ちたりだとかっていうのを聞いた後に、このザ・ヨットを見ると、 なんか若干土つまみたいなの合いません？点と点がね、線で結ばれるみたいな感じしません？これザ・ヨットがあるの。しかもなんかね、リークされたんだけど、マイダスのなんだっけな、マグマパニックモード、マイダス主催のマグマパニックモードみたいなモードがね、リークされてるんですよ。だからこのシーズン中に戻ってくる可能性はあるんですよね。もうあの NPC とかとして来る可能性あるよ。このね、ここまあ今なんかソサイティに多分ね支配されちゃってると思うんですけど、ここね、うん、ソサイティに支配されちゃってるとは思うんですけど、まあ一応このね、ザ・ヨット結構多分前のまんまなんだよね。こことか変わっちゃってるけどね、まあ、ここ確か前マイダスの銅像を建てたよね。まあてかここら辺も一緒だよね、正直ね。ここら辺も結構前とそのまんまだし、あ、いや、ここほら、ここのさ、なんか筋トレ場とかもこれ、多分ブルータスとか、じゃあニャッスルか、ニャッスルがこれ鍛えてた場所でしょ、これ絶対。まあでも今、ソサイティにね、制御されちゃってるけど、いや、こういうところとかからも、やっぱりいるんじゃないの、これ、ソサイティに乗っ取られたんじゃないの、このザ・ヨットでさ、ここまで来てさ、マイダスたち。いや、その説あるくない？いや、でもこれ、まあ今回で確実に分かりましたね、もうマイダスたちはいると。で、チャプター5になって追加されたね、このドローンの工場も、チャプター2シーズン2のね、まあある人と、関わっていてですね、ここのね、街の名前シップイットステーションって言うんですけど、はい、こちら、ちょっと懐かしのね、僕のチャプター2シーズン2の頃の動画なんですけど、その頃にね、まあ、闇落ちしたニャッスルがこのね、まあ、ダンボール工場にまあね、あの送られちゃってですね、このねダンボール工場の名前がなんとシップイットらしいんですよ。はい、これタクマンさんが言ってました。はい、だからそういうところでもつながってるっていう謎にチャプター2シーズン2とのねつながりがあるわけですよ。いや、これやっぱマイダス帰ってくるって、てかいるってもうすでに、うん、あの船で来た説はマジであると思うよ。ちょっとじゃあ最後にちょうど近くにいるんでね、ジョーンズと話してみましょうか。ワンチャンマイダス限定のセリフとかあるんじゃないの。ちょっとジョーンズ久しぶりだな、アンダーグラウンドからご挨拶だ、ともよ。あれ変わんねえな、お前挨拶しかしないやん。おい、時には正しい側に肩入れ、お前も聞いたわそれ。え、待って、え、これどこにいるんだ相棒。あ、いやって、え、これピーリー以外にも言ってんの。ピーリーの前、僕なんかピーリーの好きだからこのセリフ言ったんだと思ったら、
全然違うやんけ。おい、ダメだのこいつ、ちょっと。いやー、ちょっとこのピーリーのストーリーに、僕なんかこのマイダスたちが一皮噛んでるような気がするんだよな。いやー、どうなんだろうね。ちょっと皆さんも、マイダスいると思いますかね。ぜひ、ちょっと今回の動画見て、いろいろ考察とかも待ってますわ。ということで、マイダスの情報だったりね、ピーリーの情報、これからもいっぱいね、出していこうと、そしていっぱい探していこうと思うので、こんなにね、この二人を探してるチャンネル、他にはないと思うので、ぜひ皆さん、チャンネル登録と通知をオンにしておいてください。それではまた次のね、マイダスとピーリーの調査でお会いしましょう。バイバイ。